しかしこの今般の競合罪法案最初に出てきた時、これが先月末だったと思いますが、テロという言葉が一個も出てきていないということがマスコミで報道をされて市民に大きな衝撃を与えたと思います。で、日本の法律はあんまりそのカタカナの言葉って使わないので、そのせいかなと思った方もいらっしゃると思うんですけども、そうではなくて、ちゃんとテロリズムって現行法の中でもたくさん出てきているんですよ。で、しかもその定義もありまして、例えば特定秘密保護法の中にテロリズムの定義がある条文があるんですけど、政治上その他の主義主張に基づき国家もしくは他人にこれを強要し、または社会に不安もしくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、または重要な施設その他のものを破壊するための活動、まあこんな感じかなというテロリズムの定義でございますが、これと国連組織犯罪防止条約って関係ないんですよ。というのは、その国連条約の方はマフィア対策の条約ですので、目的がテロリズムの定義のこの目的と違っていて、利得の目的、利益を得る目的で活動をするっていうことなんです。これ今般新しく出てきた情報です。それは対象犯罪の数を大幅に減らしたということなんですね。減らし方がおかしいんです。国連条約の趣旨からすれば、マフィア対策そのものとなるべき犯罪類型が除かれている。政治家とか企業の汚職の競合は処罰の範囲から外されております。例えば、警察などが職権を乱用する罪とか、警察検察などの職務を行う者が暴行要約を加えたりする罪というのは懲役10年とか7年っていうかなり重い罪なんですけれども、除かれてるんですね、その強行罪の範囲から。ですから、その貢献力を我が物にするという、行為類型はかなり除かれていて、他にもですね、公職選挙法違反の罪、政治資金規正法違反の罪も、最高裁判所裁判官国民審査法違反の罪も全部対象犯罪から除外されております。これなんか政治家はもう俺たちは処罰されないよみたいな公明党は共産党は了承したというニュースでありますけれども、でも治安維持法にやられている団体じゃないですか、創価学会は。これ現在 のウェブサイトの遠隔っていうところ、創価学会の遠隔を見ても、やっぱり初代の会長は最後までその信念を貫き獄中で殉教しましたっていう書いてあって、その反省の気持ちを学会が持ってるはずなんだけれども、治安維持法と同じような使われ方が懸念されるこの強行罪法案について、特になんか議論もあんまりない。ちょっと前に少し疑問を呈する意見の方が役員の中でおられましたけれども、結局それは反対意見とかはなくて通ってしまっているということですか。